Peggy 12. それでは、今回は、ファンの皆様からさまざまな、デジモンストーリーについての質問をいただいているという形でこちらの方私の方から、答えさせていただこうと思っています。まず、1問目、いただいている質問なんですけども、イタリアのルシアノさんからいただいております、デジモンストーリーの、最大の魅力、他のゲームにない、特徴とは何ですかというような、ご質問をいただいています。そうですね、こちらなんですけども、やはりデジモンストーリーシリーズなんですけども、デジモンを集めて育成するというところが一つ大きな特徴になっているかと思っています。デジモンなんですけど もうデジモン自体の特徴としまして育成の仕方によってさまざまな姿に進化してパワーアップしていく、これがやっぱり大きな魅力かなというふうに思っています。それを今回ゲームの中ではプレイヤーの皆さんの育成の仕方次第でさまざまに強くしていくということが非常に楽しめるポイントになっているかなというふうに思っております。そして、もう一つ、今作の大きな特徴としましては、近未来の遠、今回なんですけども、電脳空間で起こるさまざまな事件を、電脳探偵というか、仕事に就いた、少年が、デジモンの力を借りながらさまざまに事件を解決していくことにチャレンジしていくと、今までのやっぱりデジモンゲームではないちょっとサイバーパンク的な SF 的な世界観、他の RPG ともちょっと違う、テイストの世界観を、ぜひちょっと皆さん冒険してみてください。よろしくお願いいたします。